ロハ、カワイ島のタミーです。今日はアメリカの人気グロスタリーストアトレーダージョーズの最新エコバッグを紹介したいと思います。タミーね、トレーダージョーズ大好きなんですけれども、残念ながらハワイにはないんですよ。でタミーが、アメリカ本土にね、旅行に行ったりした時にトレーダージョーズのエコバッグとかお菓子を買ってくると、ハワイのお友達はとっても喜んでくれるんです。でタミーのアメリカの家族の住んでるところからね、そのグロッサリーストアのトレーダージョーズまでなんと歩いて2分で行かれるというロケーションで、タミーの家族は時々食品ね、お菓子とか食料品とかエコバッグを送ってくれるんで、最近ね、新しいエコバッグを手に入れたのよって話をお友達にしたら、ぜひ動画で紹介してと言われたので、今動画撮ってます。では最新バッグ紹介していきましょう。こちらがその最新エコバッグです。どうですか？ね、これね、トレーダージョーズに行ったことがある方はわかると思うんですけど、お店の方にある紙袋と全く同じデザインなんです。でもね、この紙袋も紙からできてるんですけれども、特別な紙袋なの。なぜなら洗えちゃうんです。これ洗えちゃう紙袋すごいでしょ。でまずはね、ちょっとデザインの方ね、そう、ほら、こんな感じなんですよ。で、後ろの方は、これ見えにくいね、こんな感じ。そう、本当に紙袋と同じデザインで、しっかりマチもね、あるんですけど、マチのこの横にも、こんな風に、ちゃんとデザインされています。ね、トミーはこのなんかね、ちょっと、オールドファッションな感じのね、紙袋が大好きなんですけど、なんかこれがそのまんまエコバッグになったっていうのが、なんかすごいとっても嬉しくて。そうで、この洗えるっていうのもそうなんだけど、そう、耐久性は結構、洗えるってことは紙でもしっかりしてるのね。でしかも紙だからめちゃくちゃ軽いんです。食品を入れる紙袋がなんか重かったら嫌ですよね。たくさん食品入れたいもんね。で、そう、見えるのかな、こうとってもね、長いので、こう肩にかけれるの。映らないそう、こう結構タミーガスと大きいでしょ。結構しっかりとたくさん入ります。でそのね、特別な紙でできてるんだけど、ここに後ろの方にはね、洗い方が書いてあって、そう、やっぱりね、どんどん洗っちゃダメなので、使うのは中性洗剤を使ってもらって手洗いするか、もし洗濯機に入れる場合は、そう、デリケートとか、あと優しく洗うとかね、そういうコースがあったらそれを選んで洗って。でここの説明には平らにして干しましょうってあるんですけど、平らにして干したらここ乾きにくいと思うのね。絶対乾燥機には入れないでくださいね。トミーが思うのに、こんな風にそのまま形にしてね、ちょっと後ろに下がって、入んない、こんな風に形にして陰干ししたら一番最適で、この綺麗な形を残しつつね、使えるんじゃないかと思います。でもこのちょっとね、本当に紙袋みたいにね、まあ、見えるこのくしゃっとしたね、そう、感じがタミーはいいんじゃないかなって、とっても気に入っております。もうね、一つ下ろして使ってるんですけど、まだ1回ぐらいしか使ってないから、汚れてもいないので洗ってないんですけどね。また洗った感じで何か問題点があったらお知らせしますけど、なければそんな感じで洗って使えるということで、そう、こちらがトレーダージョーズの最新エコバッグでございます。そうね、いい感じですよねで他にもトレーダージョーズに、おしゃれなバッグがあって、家族が送ってくれたので、そちらも紹介していきたいと思います。こちらもう一つ送ってくれたエコバッグです。そう、朝ごはんのね、デザインになってるの。カラーは
黄色と持ち手が赤になってるんだけど、これってハワイのね王朝のトラディショナルカラーですよね。赤と黄色ってなんかすごくこう元気が出る色じゃありませんか。やっぱりしっかり朝ごはんを食べると元気に一日過ごせるからこんな色になったのかなって思うんですけど、ちょっとね近くにね寄ってみますね。見てください、このデザイン。そう、こちらの麺はもう朝ごはんといったらトーストみたいなね、トーストブレッドとあと目玉焼きで、フルーツがバナナとリンゴとね、ペア梨があったりしていいですよね。なんか見てるだけでねお腹空いてきちゃうで、もう反対側はちょっと待ってはい、こちらワッフル。ワッフルにはメイプルシロップ、トッピングにはストロベリーね、そうジャムをつけてもいいわねって、あのねビロビロってなってるの多分ベーコンだと思うんですよでコーヒーかな、そうでもレモンがあるから紅茶かな。そうね、こっちもすごい可愛いよね。でこのバッグもしっかりとマチはあります、ほら。でマチ、なんかどっちから見て正しい、違うねこっちだね、反対。はい、ミルクの絵になってます、可愛いですよね、マチにも絵があるって。そうで、さっき遠目でね見てもらってお分かりだと思うんですけど、もちろん持ち手もね、そう長いので肩にかけれます。で大きさもタミーがかけて、もうタミー背がちっちゃいしね、これ以上後ろに行けないか映れないんだけど、ほらこのくらいあるから結構大きなバッグでしっかりいっぱい入ります。でそのこのねちゃんと、うん、この縫い目のところ、この縫い目のとこ、取っ手のとこもすごくしっかり縫ってあるから、あのたくさん入れてもねすぐ壊れちゃうとかないですよ。そうです。でこちらのこちらのバッグも、もう一つの方のバッグも5ドルぐらい、500円ぐらいの値段ということなので、そう正しい値段ちょっと私もねギフトでもらったからわかんないですけど、5ドルぐらいということなので、そうお土産とかにはねいいんじゃないでしょうか。そうでもう一つ、タミーがもうね4年前に買って愛用してるトレタージョーズの保冷バッグがあるので、そちらも紹介したいと思います。こちらがタミーのお気に入りのトレタージョーズの保冷バッグです。大きいでしょね。でちょっとデザイン見てください。そうヤシの木があって、ちょっとなんかハワイって感じなんですけれども、実はカリフォルニアですそう4年前にカリフォルニアに行った時にトレタージョーズで買いました。でこのね大きさもすごくたくさん食品が入るので気に入ってるのと、もちろんね保冷バッグなのでこうジッパーねしっかり閉まるようになっていて、中にはちょっとこうポケットもねあったりして、でこうもし何か漏れたりしてもね洗ったり拭けたりするのですごく気に入ってます。もうね4年も使ってるのに全くどこも壊れることなく、あのしっかりしたバッグです。そんなに値段でも4年も前なんで覚えてないんですけど、うん、安かったと思います。わ安いと思って買って、そうで、あもう一個買えばよかったなんて思ったんですけど、ちょっと家族にね送ってきてもらうには大きさが大きいので、あのまたカリフォルニアに行った時には買いたいなって思うんですけれども、今はなんとこのカラーがオレンジ色になっているそうです。そうオレンジ色もねなんかサンセットのハワイみたいでね、それもまた素敵じゃないかなって思ってるんですけれども、この街も結構あって、サイドのとこも可愛いでしょデザイン、ほらこんな車があって、そう表と裏とサイドは同じデザインです。そうタミーのお気に入りのねトレタージョーズの保冷バッグ、いかがだったでしょうか。そう今日はトレタージョーズの最新エコバッグね2つ紹介して、タミーのお気に入りの保冷バッグ紹介しました。では次回の動画はトレタージョーズのお菓子紹介したいと思いますお楽しみに。これからも楽しい情報ね、役立つ情報をお届けしたいと思うので、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。では今日もアロハな一日を。 Have a good day。
幸せになれる島カウアイの YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。 Instagram、Facebook もフォローしてくださいね。ブログにはハワイ情報満載ですよ。幸せになれる島カウアイの本も絶賛発売中。 Kindle Book もあります。